約200年前に写真技術が誕生したと言われています。後世にまで残すことができる写真は私たちに様々なことを教えてくれます。あなたもアルバムを開くように一緒に当時の世界を覗いてみませんか。皆さんこんにちは、星里奈です。今回はそこには面白い事実があった厳選昔の写真をご紹介します。1. 話題の明治時代のイケメン。後ろで結んだ髪が無造作に広がっている。太い眉毛、まっすぐな眼差し、腕を組み意志が強そう。なかなかのイケメンですね。実はこの人は高知の自由民権運動家で歯科医の織田信義という人物。信義が1925年に建てた織田歯科医院の建物は今も高知市の中心街にあります。戦時下の空襲でも焼け残りました。ひ孫の秀政さんが歯科医院のホームページで写真を公開すると、それを見た人が次々に感想をネットに。掲示板にはイケメンすぎてわろたなどと書き込まれ、経歴に関する情報を集めたまとめサイトも登場しました。テレビ朝日マツコ&有吉怒り浸透でも幕末明治のイケメン偉人の一人として紹介されるまでになりました。2. 今見ると衝撃的なバブル時代の OL ファッション。バブル時代とは日本で1980年代後半から1990年初頭にかけて起こった好景気のこと。今では考えられないような株価や不動産の値段が跳ね上がった時代でした。そんなバブル時代の女性の特徴といえば、太眉に肩パッド、ボディコンなど。その当時の OL ファッションがこちら。肩パッドが目立ちますね。そして今よりも華やかな色のファッションに。バブル時代を謳歌した世代はなんとなく懐かしく、バブルを知らない若者はちょっとだけ着てみたいと思ってしまう人もいるのでは。モデルの女性たちの表情から日本が一番輝いていた良い時代だったのが想像できます。 3.87 年前の女子高生の姿が今と変わらず。バブル時代よりももっと昔、今から87年前の1932年の女子高生の姿が現在とほぼ同じということで話題になりました。話題になったのはクルーズトゥージャパン in 1932日本へのクルーズと題された一本の動画に映し出された当時の女子高生です。もともとはジャパンランドオブザチェリーブロッサムズと題された海外に日本を紹介する短編映画と思われる作品です。この動画自体、極めて資料的価値の高い作品として興味深いものなのですが、この動画の2分49秒から2分54秒の間に映る2人の女子高生と思われる少女の服装が、現代の女子高生だと言っても全く違和感のない姿なのです。しかし、この当時の女子の高校への進学率は 15-16% ほど、約6人に1人の割合でした。高校進学が極めて一般的となった現代から比べると、当時こうした女子高生の存在はまだまだマイナーだったようです。4. 世界最古の写真。残存する写真の中で最古の写真は何なのか気になりませんか。それがこちら。原版が残っているもので最も古いのは1825年に撮影された、1825年にフランスの発明家ニセポール・ニエプスが撮った馬引く男。この写真は2002年3月21日にサザビーズに出品され、44万3000ドルで落札されました。ちなみに原版は失われていますが、同じくニセポールが撮影した用意された食卓という写真はさらに3年前の1822年撮影されています。いかがでしたか。写真一枚で当時にタイムスリップしたかのように面白い発見ができますね。皆さんも昔のアルバムをめくってみてはいかがでしょうか。